スーパージェネレーションのね、アルバムの中からね、胸の振り子という歌を聴いてもらいます。これは服部良一さんの作品で、作詞は佐藤八郎さん、佐藤八郎さんね、で霧島昇さんという方が歌っておられました。胸の振り子、どんな振り子なんでしょうね。はい、これを歌います。胸の振り子、これもね、やっぱりね、あの新東宝映画見たり聞いたり試したり携帯の映画ですね、これの主題歌ですよ。この自分からね、映画のとタイアップしたという、そういう曲がね、たくさんあったということですね。